はい、どうもこんにちは。ボネルンチャンネルのボネルンです。今回はね、バッティングセンターに行ってきましたので、そちらのね、ちょっと動画、見てもらいたいなと思います。まあね、僕は言ってね、野球未経験者なんで、まあ経験者の人が見たら、なんじゃ、このスイングは、みたいな感じでね、思うかもしれないんですけど、そこはね、温かく見てほしいなと思います。今回はですね、こちらにあります。スポーツドームからぎね、マナブ18号さんとね、桂木ね、イクローさん、まあ、プロ野球選手ね、元が、動画撮ってたところです。はい。では、早速ね、その動画ね、今から、ちょっと、バッティングのね、動画見てもらいたいなと思います。惜しい惜しい惜しい、頑張れ。ナイスバッティング。
はい、皆様どうでしたでしょうか。ちょっとね、いろいろね、まず言いたいことがあるんですけど、高すぎるね。1回400円で、昔ね、30球ぐらい打ってたんですけど、今20球に減ってて、20球400円って高くないですか。ちょっとね、ここはいいありって感じなんですけど、まあやっぱコロナのせいでね、厳しくなってるっていう点で、やっぱ仕方ないのかなと思いますね。でもさすがにね、15球とかになったらもう僕も行く気しませんね、さすがに。はい。まあ、バッティングについては、まあ、そうですね。昔に比べたら僕的にもね、打ち方とかもフォームもマシになったというか、うまくなったんではないかなと思うし、ホームランのね、ところ、スコアボード、3球くらいに当たりそうな当たりがありましたね。惜しかったね。あそこに当たるとなんか、ポイントが加算されるみたいなね。結構いい感じのね、報酬がありますね。当てたかったね。ホームランのところね。はい。まあでも、結構いいバッティングね、できたんじゃないかなと思います。まあね、でもやっぱ経験者の人に比べたらね、ちょっとまだまだだなと思います。まあ90キロが一番やっぱ打ちやすいかなと思いました。まあ次はね、100キロとか、その上190キロとかもね、チャレンジしてみたいなと思いますのでね、そちらの動画もまた、見てほしいなと思います。はい。ではね、今回は、この辺で終わりたいと思います。もしよければ、グッドボタンとね、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。